はい、どうもこんにちは、Kです。タケです。今日はね、名古屋の方にはおなじみの玉銭っていうね、なんて言うんだろう、昔ながらのね、おじいさんおばあさんがやってるような屋台とかのね、横でこう焼きそばとかお好み焼きとか玉銭もね、めちゃくちゃ安く売っててね、昔ありましたよね。ありましたね。いや、僕もね、学生の頃、まあ、学校帰とかね、あの屋台のおばあちゃん、おじいちゃんの店に行って玉銭を買って、そうちょっと小腹が空いたんでね、そう食べてたんですよ。わかるわかる、めっちゃわかる。しかもね、安い、めっちゃ安いよね。150円ぐらいだね。そう安かったね。もう学生にはね、もう財布に優しいけど、ボリュームがね、結構ちゃんとしっかりしててね。そうだね、せんべいの中にいろんなね、もの挟んで、食べるみたいなね。そうだね、持ち歩きで食べていくみたいな懐かしいね。懐かしいな、今日はそれをちょっと進化させて、いろんなものを挟んで作ってみようかなって思ってるんで、早速やっていきましょうか。やっていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。今回のね、玉銭はね、超簡単だよ。とりあえずスキレット鍋置きます。スキレットセット2台セット。今日はね、同時に作っちゃいます。豚バラ、むきエビ、キムチ、そしてこれが卵、僕の卵ちゃうわイカ唐揚げ。今回はね、3種類作ります。豚玉と豚キムチとイカ唐揚げの玉銭です。そのうちの豚玉はこちらで豚を焼いていきます。豚キムチはこちらでやります。じゃあ作っていきましょう。豚イン。何枚ぐらい、これね、何枚しよう。まず4枚ぐらいですよ。全部、はい、一瞬焼けるな。ああ、いい匂い、いい匂いですね。この油を代用して卵を焼いていきます。この子だいぶ焼けましたね。いい感じだね。いい感じだね。焼けたらこちらに移していきます。熱いな。あっ、食って持ってもよかったな。やらっちい、マジで。エビが全部投入。これはやべえな。もう何が何だか分かんなくなるかも。もうすでにうまそうだよ。すでにうまそうやな。この後にね、キムチの投入やな。ピリ辛のね。ピリ辛の。しかも安かったな、このキムチ。これで特売で100円。ありえない。ありえない。多分これ200-300ぐらいするのだろう。キムチちょっとさすがに全部多いよな。半分ぐらいしようか。じゃあキムチイン。あ、インする前に言う前にイン。うわ、もううまそう。もううまそう。すごい量になったけど。すごい量やな。炒めもんやもん。すでに炒めもんやで。せんべいに挟むとこのレベルじゃねえ。挟めるかな俺。心配やしな。半分ぐらいしか多分全部。じゃあ次卵やっちゃう。いやね、こちらの鍋に卵焼いていきます。ちょっとね、自信がないんすよ。自信がないんすよ、卵。うまく焼けるか。うまく焼けるか。怖いんすよ。頑張って、そこはタケさんの腕にかかってる。腕じゃあ行くよ。失敗したら優しく見てください。焦げつくかもしれんかい。そうだね。ちょっと崩して
崩しといた方が楽だからね。楽だからね。あとちょっと待って、ちょっと怖いな。うまくいってくれ。いい感じでいきますよ。いったね。いきますね。なんとか一回ちょっと外そう。こいつは火入れたらやばい。焦げる。焦げちゃう。こっちも、こっちも OK やね。いい感じだね。美味しそう。こっちはまあずっと放っていけばいいわ。これだけでも、これだけでもおかずになるね。おかずなんね。ゲレン、ゲレン、エビタくん、エビタくん、エビせんべいのエビタくん、エビせんべいのエビタくん。じゃあ岐阜結構ね、いろんなスーパー行ったけどカニせんがなくてね。なかったね。まあ仕方なくもうこれしかなかったんで、エビせんべい今回はねこれでいっちゃいます。じゃあこちらをね、卵半分切れます。ナイフの方が良かったかな。ナイフの方が良かったですね。まあいいや。いいんで。うわ、プルプルやん。ちょっと難しいな。うわ、プルプル。プルプル。いやいい。あ、やばい。あか。あ、崩れちゃった。あか。むずい。むずくて熱い。この端っこにね。うん。やっちゃって。片方に乗せて。この豚を。ブータを乗せる乗せる。やばいねこれ。よし、乗せて、マヨネーズ、たこ焼きソース、でこちら使ってね味付けをしていきます。じゃあソースから、ソースからかけますよ。うーわ、はい、すごいね。やばからの、からのマヨネーズ、マヨちゃん、あ、いいよいいよ、うわー、いい、いい、でこれを、いい、割るのが怖い、いいね、いいね、いいよ、いいよ、ちょっとずれたけど、まあいいや、大丈夫、いい、はい、完成、完成、ちょっとずれたってけど、完成、はい、お待ち。これが当店おすすめの豚玉せん。こぼれた。だね、できたんだね。もうすぐ食べてね。また次のやつ作って食べに行こう。じゃあ行きますよ、先に。どう？懐かしいな。うまい。うん、おいしい。15年ぐらい前の味がさわ。学生時代のね。うんうん、うまいうまい。ちょっとしたおやつだね。うん、うん、こんな感じ。いただきます。うん、うまい。あ、ほんと懐かしいわ。うん、うん、こんな感じやった。あー、思い出すな。うん、青春の味。青春の味や。うん、おい、次ね、豚エビ玉言っちゃいますよ。いい感じにできたね。ええ感じですね。熟成されてますよ。これはちょっと初の試みやから。そうね、ちょっとどうなるか、うん、どういう味がするかね。うん、ワクワクドキドキ。そのもの単体は絶対うまいからね。まあそうやね、うん、エビセンと合うかどうかっていうね。マヨネーズかな、マヨネーズかな。うわうわ、たまんねえ。たまんないんですね。ういおい、今回うまくできたよ。こんな感じ。いいね、いいね。じゃあ食べていこう。食べていこう。お先どうぞ。じゃあいただきます。あ、これはね、うん、美味しいっすわ。うまい、うん、韓国料理みたいな味や。おお、なるほど。うん、そんな感じがします。辛さはどう？辛さもちょうどいい。ちょうどいい、うん、よかった。成功やね。成功やね。いいよ。じゃあ僕もいただきます。こんな感じ。いや、うまそう。いくぜ。うん、ああ、うん、確かに韓国カニせん、韓国玉せん、
玉せん韓国カニせん、エビせん辛さもね、マヨネーズですごいマイルドになってる、ね、食べやすい、うん、エビはどう、エビエビもプリプリよ。あー、うん、あ、プリプリだ、パリッと噛んでプリッとしてるね。いいね、うん、うまい。最後にイカから揚げを使ってね、玉せんにのせてきます。このイカから揚げはね、スーパーで買ったもう手作りの、手作り？お惣菜か、うん、お惣菜の唐揚げなんでね、シンプルに、シンプルにいきます。サニーレタス、カニせんに乗せていきましょう。いいね、いいね、こんなもんか。そうだね、エバラ焼肉のタレ、コツジャン辛口、コツジャン辛口、開けますよ。うわ、こんなもんかな最後にね、おなじみのマヨ。マヨはもう鉄板コースだから、鉄板コース、うわこれいいね、これいいっすね。これをね、また半分に折って、スイッ、うわぁ、大丈夫、すごいっす、出来上がり、出来上がりました、すごいね、すごい美味しそう、いただきます。サラダみたい、サラダみたい、うん難しいな、例えるのは難しい、もう初めての感じ、うん、ケイさん食べてみてくださいよ、うん、じゃあ僕もね、いただきます。こんな感じね、うん、新食感、なんだろうね、美味しいは美味しいけど、うん、なんて例えればいいんだこれうまいとしか言いようがないイカの唐揚げの感じは残しつつ、せんべいのエビの風味が一緒にやってくる感じ、あと食感がパリッとしてるから、むずいなでも和な感じ、すごい和な感じ、そうそうそう、うん、お酒のつまみに合いそうな和な感じ、うん、っていう例えがいいかなうまい。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっとこんな感じでエンディング迎えちゃうんですけど、うん、門が閉まっちゃうからね、うん、急いで帰らなきゃいけないんで。そうやね、いやでも懐かしくて美味しかったね。美味しかったね、うん、いや昔のことをすごい思い出したわ。思い出した。でまたなんかこうアレンジしてね、うん、新しい味にも挑戦して、うん、また違う美味しさもね、そうやね、味わえたし、うん、しかもね、うん、最後のやつがやっぱちょっと未知なる味だったね。あ、あのイカのやつか。イカのやつ、そうだね、表現はちょっとしづらいけど、そうね、マチャイク美味しい、美味しい、うん、もう皆さんもねちょっとね最初はね、まあ、玉せんやっとすると卵とお好みソースだけで多分合うと思うので、うん、まあ、シンプルに多分それだけで美味しいと思うので食べてみてください。食べてみてください。じゃあこの感じで今回お別れっていうことで。そうですね、うん、ちょっと運転中ですので危ないので、はい、そのままお別れで。お別れで、ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますまたね、バイバイ。